台風15号の上陸から1週間が経った今日、被害が大きい千葉県の南部で非常に激しい雨が降り、館山市や南房総市で避難勧告が出ています。南房総市役所前から中継です。南房総市では風はそれほどでもないのですが、昨晩から強い雨が降り続き、少し収まったかと思えばまた強くなる、そんな雨を繰り返しています。南房総市と館山市では今日午前、土砂災害の危険があるとして全域に避難勧告を出しました。市役所は避難勧告が出たことを防災無線などで伝えています。しかし電気が通っていない場所も多く残されていて、市の関係者は避難勧告もどこまで伝わっているか不安だと話しています。隣の鋸南町でも朝から強い雨が降っています。千葉県では先週の台風で住宅の屋根が飛ぶなどの被害を受けた人も多くいます。昨日までになんとか屋根にブルーシートをかけることができたが、また雨漏りしているという住人の声も多く聞かれました。